皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらの夏らしいデザインをすべてセリアの商品で作ってみたいと思います。それではどうぞ。本日使用するカラーはセリアジェルのホワイトとミルキーブルーとドリームブルーを使って作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはじめに親指と中指のアートを作っていきたいと思います。ではこちらホワイトのカラーを塗っていきます。ホワイトのカラーは丸いフレンチを作っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にミルキーブルーとドリームブルーをパレットの上に出して使っていきたいと思います。はい、ではこちらをこういった平筆で塗っていきます。ではこの先ほど塗った白いフレンチの上に色をつけていきたいと思います。でははじめに薄色のミルキーブルーをのせます。次にこちらドリームブルーをのせます。はい、ではこんな感じでライトに入れます。はい、では次にこちらのシェルのネイルパーツをのせていきたいと思います。こちら結構大きめなシェルが入っていて、ちょっとどかします。この下の方に砕けた小さいシェルも入っているので、こういう小さめのやつを今回は使っていきます。ではベース&トップコートを塗ります。はい、ではこちらの上にシェルをのせていきたいと思います。大きめなシェルは割りながら使います。こちらちょっと割って使っていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、では次に先ほど乗せたシェルの上にもパレットの上のカラーを使って色合いを調整していきます。
ではこちらをライトに入れます。はい、次にこちらのグリッターパウダーを使っていきたいと思います。今回のデザインで使うグリッターはこちらシルバーのグリッターを使っていきます。はい、ではこちらの上にベース&トップコートを塗ります。ではこの上にグリッターを少しだけのせます。あまりのせすぎると可愛くないので様子を見ながら3箇所ぐらいにのせます。はい、こんな感じでライトに入れます。では次にこちらのゴールドのアートシールを載せていきたいと思います。はい、ではシールがくっつきやすいように未硬化ジェルを拭き取ります。こちらシールを貼る上だけで大丈夫です。ではこちらの上にシールを貼っていきます。ではピンセットを使ってこちら剥がしてのせていきます。ではちょっとカーブをつけながらのせていきます。こんな感じです。でははみ出たシールはカットしていきます。はい、ではこちらをベース&トップコートで仕上げていきたいと思います。はい、ライトに入れます。はい、こちらで親指と中指のアートの完成になります。では次に人差し指と小指のデザインを作っていきたいと思います。はい、では始めていきたいと思います。まずはじめにホワイトとベース&トップコートをパレットの上に出して混ぜていきます。はい、では1対1の割合で混ぜていきます。ではこちらの平筆を使って混ぜます。はい、ではこちらのカラーを塗っていきます。していきます。と叩きながらぼかしていきます。はい、ではライトに出ます。はい、ではもう一度乗せていきます。
では境目を叩きながらぼかしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちら先ほど使ったグリッターのこちらホワイトを使っていきたいと思います。ではパレットの上にベース&トップコートをのせます。ではこのベース&トップコートとこちらホワイトのラメを混ぜます。こちらをライトに入れます。はい、こちらをベース&トップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで人差し指と小指のデザインの完成です。では次に薬指のデザインを作っていきたいと思います。はい、では次に薬指のデザインを作っていきたいと思います。はい、ではまずはじめにミルキーブルーをパレットの上に出します。こちらのカラーを塗っていきます。はい、では一旦筆を拭き取ってこの境目の部分を叩きながらぼかします。ではライトに入れます。はい、ではもう一度乗せていきます。はい、では境目を叩きながら動かします。はい、ライトに入れます。はい、では次にマーメイドパールを使っていきたいと思います。はい、ではベースをのせていきます。ではこのパールも好みでのせていきます。
でくっついたらライトに入れちゃいます。はい、ではこちらをベース&トップコートで仕上げていきます。ライトに入れます。はい、こちらで薬指のデザインの完成です。はい、こちらでセリアジェルを使った夏デザインの完成です。いろいろなパーツを使うことによってまたとっても可愛いデザインに仕上げることができます。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。